ルノー18は、ルノーが1978年から1989年まで生産した乗用車である。1978年春にデビューした、ルノー12の後継となる中型の前輪駆動車である。なお、1980年登場のフエゴは、18をベースに3ドアクーペとしたものである。デビュー当初は4度アセダンのみで、ブレークは、翌1979年に追加された。 デザインはフランス車の癖がないと評されている。メカニズムは既存のルノー各社から受け継いだものを組み合わせているが、基本的には12を発展させたものである。エンジンは直列4気筒でフロントオーバーハングに縦置きされ、当初はいずれもオフの 1.4L、1.6L の2種を設定。1.4L は12の 1289cc を 拡大した 1397cc で 64PS1.6L は16や20で使われた 1647cc で 79PS の出力は16、20より抑えられたものである。2441mm のホイールベースは12と同寸でサスペンションは12と同形式であるがダブルウィッシュボーンのフロントは20のものが サンリンクリジットのリアは12のものがそれぞれ使われている。1980年には 2.1L のディーゼルを追加。続いて同年に 1.6L ターボエンジンを追加。ルノー主販車のターボは得意なミッドシップの5ターボに続くもので 1647cc を 1565cc に縮め、ギャレット製ターボチャージャーと空冷式インタークーラーで下級。 110PS を発揮した。1983年には、ブレイクにパートタイム式 4WD を追加。フランスでは1989年に生産終了。ルノー21に受け継がれた。北米では、ルノー参加のアメリカンモーターズが1981年、モデルイヤーから販売した。セダンは 18i、ワゴンは 18i スポーツワガンと呼ばれ、1.6。 L のインジェクション仕様エンジンを搭載した。外観上は大型の5マイルバンパーを備え、角目に等のヘッドライトはグリル面より奥まって装着されている。1983年モデル限りでセダンはカタログから落とされた。以降は単にスポーツワガンと解消したワゴンのみとなり、1987年モデルイヤーの初め、21の北米版である。 メダリオンに代替された。ありがとうございます。